上流、なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここは札だって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラサンも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。ジョーリーは俺らにも素性を明かさん言うとるんです。それはさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんには怠慢張ってもらうか。ジョーリー、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いいね、上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ、いや、おっしゃー。お前ら手出すんじゃねえぞ。怠慢室で最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。聞かせてくれ。このバンド、なんてざまだよ。俺もとんだ間抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。ねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の。もうええ、そこまでや、上流。それ以上やったらこの船出られんようになる。